2024年、韓国経済は危機を迎えてるわ。この動画はその経緯をリアルタイムで、特集していくわよ。解説や分析は韓国経済を、16年前から見取っている専門家の、ジンボルトにお任せよ。応援とチャンネル登録、メンバーシップへの参加もよろしくだぜ。それと、最後まで視聴してくれよな。私たちのバイトは順調だぜ。それでは、タイトルを読むわよ。能登半島地震、韓国で67センチ、北朝鮮で2メートルの津波観測。では、ツッコミを読むわよ。能登半島地震、2024年1月1日、つまり、元旦。能登半島沖で、震度7という大きな地震が発生した。これについては、1日経過して被害状況が分かってきた。まず、今のところに地震で亡くなった人はいないのは幸いだ。ただ、火災にあって50棟以上が、消火活動や一部の地域で、停電が続いてる。あと、石川県の能登空港の、滑走路に4から5箇所からひびが、入った。しかも、約160人が避難中である。北陸新幹線では列車内で、1400人の人々が、取り残されている。今回の能登半島地震について、専門家の意見はこうだ。ここの引用は私が読むわよ。1日、石川県で震度7を観測した地震について、地震の波形を専門家が分析したところ、輪島市や鈴井市、それに穴水町では、木造住宅などに大きな被害が、出やすい揺れだったことがわかりました。専門家は能登半島の広い範囲で被害が出ている可能性があると指摘しています。京都大学防災研究所の後藤博之教授は1日、石川県で震度7を観測した地震について能登半島にある複数の地震計のデータを分析しました。その結果、輪島市河合町、珠洲市正院町、それに穴水町の地震計では木造住宅などに大きな被害が出やすい、周期が1秒前後の揺れが観測されていたことがわかりました。その強さは阪神、淡路大震災を引き起こした地震に匹敵するということです。後藤教授は現時点では詳しい被害の状況はわからないが、地震の波形を分析すると、能登半島の広い範囲で建物の倒壊などの被害が出ている恐れがある。道路などが寸断されて孤立しているような場所もある恐れがあり、広い範囲で対応が必要だと指摘しています。このように今回の地震は阪神、淡路大震災を引き起こした地震に匹敵するという。あと、気になるのは天気だな。どうやら能登地方に大雨が、警報が出てくるかもしれない。昨日1日に震度7を観測した石川県能登地方は、今日2日夜に雨雲が広がる見込みです。明日3日にかけて断続的に雨が降り、大雨警報が発表される可能性があります。土砂災害などに十分な注意が必要です。能登地方、日中は晴れるも、風強め、今夜遅くから明日3日は大雨の可能性。今日2日の北陸は日中は晴れ間が出ますが、南寄りの風が少し強めに吹く時間がありそうです。火災の発生しているところでは周辺延焼する恐れがあります。夜は次第に雨雲が近づく見込みです。特に地震の揺れが大きかった能登半島は夜遅くなって雨雲がかかり、局地的に雷を伴うでしょう。明日3日にかけても断続的に雨が降る予想で、大雨警報が発表される可能性があります。これが地震の朝に分かっている最新情報だ。ここからは本題だ。それで韓国経済のサイトなので、次は韓国の話題だ。では、ここからはマリサの出番よ。おう、どんどん読むぜ。どうやら韓国でも津波が、来ているようだ。なんと67センチである。北朝鮮では2メートルとかあるが、本当かよ。韓国気象庁は1日、石川県能登地方で最大震度7を、
観測した地震に関連し、韓国北東部、江原道の、隅湖ムクホで、67センチ、江原道の測距で41センチの、津波を、それぞれ観測したと明らかにした。同庁は津波は最初に、到達してから、より高い波が到達する可能性がある。24時間以上は続く、可能性があるので、追加情報を確認してほしいと、呼びかけている。一方、聯合ニュースによると、北朝鮮も1日午後、能登地方の地震の、影響を受け、北部、ハムギョンプクドの海岸に、地震津波特急警報を、発令した。ソウル坂口博彦。このように韓国や北朝鮮でも、日本で起きた地震で、津波が発生している。それはいいのだが、どうやら韓国ネットでは、日本で大きな地震が起きて、悪質な書き込みが多いようだ。ネットの意見を確認しておこう。1、韓国語わかるんでちょっと、ネイバー見てきたがひどいもんだな。ニュース記事へのコメントの大半がザマー的なものだった。2、新年早々奴らとは仲良く、できんとさえ認識できたな。所詮敵よ。奴らはお祝いしますの垂れ幕の、頃から全く変わってない。3、韓国のテレビもラジオも、地震情報とか津波情報とか、全然伝えないんです。予定されてるニュースを収録した VTR を、放送するばかりなんです。4、ネイバーの地震記事への、コメントで、特度独度にまで勝手に津波警報出すな。それなら PM2.5 線の、警報勧告ではよく出るも、対馬を含めて出せってのもある。こんな時まで意味不明な対抗意識、ほんと救いようがないな。5、東日本大震災の、時も日本沈没、これで、日本はおしまいだ。我が韓国が日本にとって、変わるチャンス到来だ。って、大喜びした連中だからな。以上の5つだ。ネットを見ている限りでは東日本大震災を、お祝いしますと言ってた頃と、全く変わらないと。しかし、あれだよな。こんな時まで竹島に言及していたり、本当、鬱陶しい民族である。ニュースは以上だ。霊夢、韓国人はひどくないか。結局、今回の地震でも彼らの本性はこれよ。まあ、付き合う相手は選ぶべきよね。といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画を見てください。チャンネル登録をよろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。